和紙と下町探偵団源さんです。新扇橋のたもと、住所でいうと猿江かな、うん、猿江一丁目だと思うな。今日は何かっていうと直川です。ちょっと変わった神社シリーズ。まあそういうこともあるよねみたいな話で、変わってるっちゃ変わってるけど、変わってないっちゃ変わってないんだけど、ただあんまりしょっちゅう見る光景ではない。なので一応直川的な感じかな。立ち入り禁止です。で、神社の中になんていうの、神様、神様いません、神様いません、もぬけの殻です。なんかお引越しされるようです。まあお引越しされるということはここいやもうなくもなくなっちゃうわけで、そう考えればちょっと変わってるよね。ただでもこういうことって神社とかよくあることで、管理する人がいなくなったらば他の神社にお任せしたり、他の神社と合祀したり、そういうことはあるよね。ということで、まあ考えればわかるんだけど、なかなか見れない光景かなってことで、一応直下です。なんて神社かっていうと、なんだかよくわからない。あのね、もうちょっと東かな、東の方に摩利支天尊実先神社、読めない、十願寺っていうお寺があってその裏にあるんだけど、ここの摩利支天もね、昔は結構縁日が盛んでね、大きな神社だったんだけどね、今はそれほどでもない。そこに合祀されるらしいね。で、摩利支天に合祀されるとは書いてあるんだけど、ここの神社は何て神社かよくわかんない。まあいいや、これ後でもう一回調べよう。管理してるのは猿一丁目町会。あと管理する人はちゃんとする人いないんだろうね。できないもんね、町会の人じゃ。総合警備保障、この2社が管理してるみたいだよ。なんて神社かな、わかんねえな。ね、ネットで調べた方が早いね。わかった、豊川稲荷って名前だって。まあ合祀しちゃうからね、表札っていうのかな、いろんな名前のあるもの全部もうなくなっちゃってんだね。まあこんなとこで今日のとこおしまい。これでいいのか。